ひ見てほしい。もう本当にね、勝手にリンク貼って、頑張ってリンク貼っとく。っていう感じでしたね。っていうのがあったりした。ところでしたね。ただ、再生支えてるのはこいつってことでね。っていうような感じでした。ちょっと待って、今のところでどんな感じしちゃった俺。やばい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 。そんなことやってる場合じゃないんだよ。おっと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 。やべえ。朝もくでも買いに行こうかな。7月です。次、8月まで行っとかんとね、次は8月で止めていきましょう。さあ、8月はどういう傾向になるかというと、6043再生。投稿本数がね、戻ってきますよということで、毎日投稿やってるんじゃないかな、もうこの頃にはもう一回。ってことで、6000再生まで、になってます。まあでも、やっぱ再生をね、ほとんど支えてるのは、この、東青山駅のショーツと、エスカレーターってことが、これがね、ダブルで先々撮ってるっていうので、このあたりで再生数を支えてくれてますよって感じですね。で、まあ、期間散歩のやつも、こっそり入ってるっていう感じですね。だからそこまで大きな変化がないです。ただ、投稿の口数は増えて、これ確かに青山駅のやつ増えてんじゃないかな。っていうような傾向はあったりしましたね。こんな感じ。全体的に再生数のアベレージが取れてる時期になってますね。で、まあ原因としてはこの、エスカレーターのやつが伸びてるよっていうのが、これが、顕著に毎日ずっと再生入ってましたからね。っていう感じですね。で、それに、青山駅のやつも上がってきて、5月でしたけどね、上げたやつですよ。これが伸びてきていると。いう感じかなっていうところですね。上げてるところとしては、まあ、8月というのもあるって、思うのところにちょっとかなり強めに動画を上げてるのはありますけど、この辺りは、幼稚水源とか言ってるかな。じゃあ、8月、7月の段階でもう一つの、あのヘビ動画上がってたんだ。もう一つのヘビ動画もここで上がってんの？あ、こいつだ。この動画どういうわけで言って、嘘だろ、15再生？嘘だろ？これもマジで怖かったんだから、いや、ちょっと待って、ゲセン。これ15再生のゲセン。奥月っていうね、後藤祈りながらさんの、お墓があって、それ、に行ってきた、戻ってくる途中ですね。これ結構怖かったよ。どこら辺だったっけ、まあ、これはね、そんなね、あの隠れちゃいないんで。この距離ですからね。これも怖かったよ。これの動画ははっきり映ってますもんね。あ、でもでかいな、やっぱ。改めて見ると。まあね、おとなしい感じだったんでね、のんびりと見てますけど。もう2、3歩歩いてたらちょっとやばかったっすね。のんびり朝日の方見てますけどね。とで、そうでねえなと。
日光浴でもしてたんでしょうかねっていう感じですけどね。まあ、さっきの蛇と違ってまさに微動だりしない蛇さんでしたけどね。うん、これ、そう、16、待って、これ16は下船。まあ、SL だからってのもあるんだろうけど、なんで中部大公園の方が伸びてるの？ちょっと下船。これ全体的には伸びてなかったですけどね。あーっていうのがあったりしましたね。あと、あ、まあ、7月か。だから、この7月に投稿した動画は結構伸びるだろうなと思ったんだけどな。伸びなかったな。後伸びもそんなしてないって言って。で、逆にこっちの方が入ってくると、8月は、投稿した動画は、中部の公園とか、幼稚水源でこれ伸びてたっけ、これもそんな伸びてないよな。うん。とかがあって、あと何、あれ、あれか、そうだ、通芸行こうという、激シャバ企画なんですよ。また、こっちの再生数多かったらさすがにへこむそうで。うん。まあ、しゃあない。何してね、何の考えもなくて、ただ次へ聞いただけですからね。で、ちょっと散歩して終わったっていう。三重県最古とかだからちょっと伸びてるかな。あ、意外と伸びてんじゃん。再生入るんですね。不思議ですね。何で入ってくるの、この手のやつって。どっから入ってくる？検索で、告げて検索してくると入ってきやすいのか。やっぱ、能動検索で入ってくる形ですね。うちのところの場合だとね。やっぱそうですね。告げ駅で検索して入ってきてくれるっていう方が多いみたいです。そうですね。告げ駅、次々発車してくる電車たち。お散歩記録とか、結構こういった動画が他のところの、ところのやつから入ってきてるんですね。これは他社さんのところかな、動画ですね。こういうようなところから来るんですね。100ぐらいあるとこういったやつデータ見えやすいですね。これとかだと多分ちょっとリーチは見にくいだろうな。武蔵小杉のやつとか、まあまあまあたまたまクリックがあったって感じでしょうね。全国市町村ジグソーパズル政令指定都市、総集編とかだったね。で、こういうかな。なんでこの動画か、まあまあ同じ量でありますけど、雲泥の差がありますからね。っていうのがあったりしますね。なるほど。インプレッション。合計40。何やかんやでいろんなところに、エスカレーターの、入っていく。こっちの方に入ってくるのがあるんですね。で、6000再生とか入ってますよ。とか、単語登録者数がね、言うて、増えてるのがありがたいですね。コンテンツに、コンサートに増えてるっていうのが、ありがたいなっていうところで、まあ、この辺りが来てるよっていうのが8月の傾向ですね。やはりそんなに8月だからといって、なんか新作とかがボーンと伸びるとかじゃないのが、うちのところらしいところでありますよね。まあ、こんな感じでしたよと。で、問題9月ですよね。